3月3日木曜日です。石内丸山スキー場ですね。時刻は2時を過ぎたところです。天気は予報の通り雪ですね。で、雪がどれくらいでしょうかね。降り始めたのは、12時くらいまでは、ずっと雨でした。ちょっと山頂の方はわからないんですけども、中腹より下部ですねは雨。午前中少しこう氷の粒のような雪は降ったんですけれども、まあ、基本的には雨っていう感じでしたね。なのでウェアはもうびちょびちょになってしまいました。で、お昼を過ぎて、そうですね、1時過ぎくらいからですね、駐車場は雨だったんですけれども、ゴンドラリフトですね、1本、上がる頃には雪に変わりまして、で、今に至るという感じですね。で、気温もですね、濡れているせいもあると思うんですけど、すっごい寒く感じますね。まあ、こうやって、手を出して、話、まあ、撮影をしていますので、まあ、だいぶその寒さっていうのもですね、手に感じますし、こう話してる最中にもちょっとやっぱりロレッツがいつも以上にこう回らないというか、頬が少しこうかじかむというかですね、凍ってるような感じですので、まあ体感温度の通りなのかなというふうに思います。まあ雪が降ってる時点で、まあ寒いっていうのは間違いないんですけども、もう昨年の今ぐらいと比べてですね、もう真逆ですよね。今くらい、今の季節、今の時期は、去年は本当に春ということで、もう本当に暖かくて、まあ、汗もかくぐらいの感じでしたけれども、今日はもう、もう真冬の寒さですね。で、まあ、風は全然ないんで、この霧もですね、全く晴れません。今ちょうどこのコース1本分くらいは視界は見えていますけれども、先ほどまではもう真っ白でしたね。で、多分この上に行けば行くほど、まあ、霧はずっとこう留まっているような感じだと思います。で、今下からこう上がってきたんですけれども、下の方はリフト1本分くらいは一瞬こう霧が晴れましたので、まあ、その中で、まあ、視界良好で滑れるかもしれませんけれども、雪質がですね、ちょうど今これ降ってきましたので、シャーベット状の本当に滑りやすい雪だったんですよね。で、下地もしっかりしてましたので、もう板を立ててもよし、ずらしてもよしっていう感じで、もう本当に春ならではの勘違いバーンですね、私にとっての。で、ただ今本当にこう施設がこう、薄く積もりましたので、ちょっとブレーキがかかったような感じで、ちょっと危ないかなというふうに思います。この館内放送でもですね、視界不良ということで、まあ、気をつけて滑ってくださいという旨、放送がありましたけどもね、まあ、無理せずこう滑るのがいいのかなというふうに思いますね。はい、ということで、今日の石内丸山スキー場の様子でした。以上